こんにちは、大友潤です。今日も Vlog 撮っていきます。よろしくお願いします。昨日の動画見ていただけましたでしょうか。バックスペース .fm もね、面白いのでぜひ皆さんご覧いただければと思っております。で、今日ちょっとね、何を話そうかなって考えてたんですけども、今日は、キャノンの日、キャノンのね、R1 っていうフラッグシップカメラと R5、Mark II か、が発表されたので、それをおめでとうということでね、キャノンの日なので、今日はちょっとこのキャノン、僕が使ってるキャノンですね、R5C なんですけども、これ R5C すげえいいカメラです。これ 8K の60撮れます。内部ロー記録できます。で、シネマイロスのカラーで撮れます。すごくいいカメラです。ファンもついてます。もうね、写真もバシバシ撮れます。もうオートフォーカスもすごくいいです。もうそんなシネマカメラで半速級のすごくいいカメラです。はい。で、ただね、これ買った時にもあれなんですけども、こういうね、ここ、シューカバーっていうのかな、がついてないんですよ。業務機扱いで、なんでついてないっていうこととかもあったので、今日はね、ちょっと、これです。じゃじゃーん。レンズ、リアキャップ&ボディキャップ。あれ？これシューカバーもついてたよな。K&F コンセプトの商品になります。ちょっと開けてみます。よし。よかった、ついてた。ボディキャップとかだけかと思ってたら、ちゃんとシューカバーもついてました。じゃじゃーん。これでーす。最短撮影距離。これぐらいかな。マクロモードにしてないんでね、今。通常モードだから、これぐらいが最短かな。はい。シューキャップです。で、つけてみまーす。よし。こんな感じで。よし。つけにくい。よし。嘘。あー。そういうこと？あんまやんの怖いな。ですね。これは、合わない。合わない。なんと合いませんでした。対応機種書いてあって、EOS の R50、R100、R10、R8、R7、R6、R6 Mark II、R5 ってあるんで、R5C もつくと思ってたらつきませんでした。っていうか、正確に言うと、これが、奥まで刺さりきんないっていう感じ。頑張ってオートフォーカス。そう。正確に言うと、これ奥まで刺さりきんないっていう感じ。ここに、ちょっとね、空白っていうか、こう、隙間ができちゃってる感じ。ここがね、奥まで入りきらないですね。残念。まあ、しょうがないですね。レンズキャップの方も一応試します。はい。シューは2つついてます。シュー2つついてて、キャップも何にも書いてないですね。何にも書いてないですけども、これが2つ。ボディキャップとレンズキャップですね。はい。マウントアダプター。アダプターで、これをつけてみます。どっからつけるんだ？はい。あ、印があったね。うん。あ、なんかね、ほんのちょっとだけね、純正よりも固めですね。ほんのちょっとだけ。純正の方がこう、ちょっと行きやすい感じ。K&F は、これぐらい。ギュって感じ。これ。これぐらいの感じ。これの感じ。で、ボディキャップの方が、ボディキャップ一回外して、これも、つけると、ああ、こっちはね、割と、変わんないですね、あんまり。こっちの方はあんまり変わんない。硬さとかあんまり変わんないっていう感じですね。別に、両方ともそんなに落ちそうな感じもないし、いいんじゃないですかね。はい、こうやって2つにまとめられますね。これも2セットついてます。はい。K&F コンセプトの、レンズキャップ、ボディキャップ、そしてシューカバーでございました。はい。シューカバーでございました。はい。で、最近ですね、僕、写真にハマってまして、写真撮るのが、なんか最近楽しくなってきた
のもあって写真集買ったりとか、あとは写真展にちょこちょこ実は行ったりしてます。でそういうのもいずれ話していきたいし、こんな写真集良かったよみたいな話もしたいんですけど、最近考えてたのが、自分がどういう写真を撮るかっていうのをずっと考えてて、ここ数ヶ月。まあ、なんだろう。前もね、動画で出しましたけど、仲間内でね、フォトウォーク行って、いろんなところみんなで歩いて回って写真撮ってっていうのもすごい楽しいんですけども、やっぱり、いつでもね、仲間とかお友達と会えるわけでもないし、フォトウォークってね、結構こう、なんだろうな、みんなでやって楽しいみたいなところが結構僕はあって、なので一人でフォトウォークっていうのもちょっとなみたいな。しかも僕が住んでる地域はそんな都会でもないし、東京みたいな面白いところでもないので、だから何が自分にとって撮りたいだろうなとか、自分のテーマ決め、自分っていう人間はこういうものを撮るんだっていうね、なんかこうジャンルとかテーマ決めが欲しいなって思ってたんですよ。で、最近考えてたのが、やっぱり新しく何かを学んで、新しくそのジャンルに対して撮っていくとかっていうのは多分ね、僕できないんですよ。っていうのも、仕事も、結構まあまあ忙しいし、他にやることもいっぱいあるじゃないですか。だから、今自分があるもの、今自分の中にあるもので、個性を出していくしかないかなって思ってて、で、その中でやっぱ、すごく影響されてるのが最近はね、杉本博司なんですよ。すごくね、なんだろう、影響されてて、仏教とか、あの人は仏教とか、あとはその歴史に関してすごくこう自分の作品に生かされてますよね。まあ、ああいうのもなんかすごい面白いなと思って、だから自分の中のああいう、まあ、個性的、自分の個性を出すにはどういうのがあるかなって考えたら、僕は仕事で高齢者の人とかと関わることが多くて、西洋医学とか東洋医学とか、なんかそこら辺、あとはこう、今の現代の日本社会、高齢化社会とか、あと僕が今住んでる湘南エリア、地元の写真、地元を撮んなきゃやっぱダメだなっていうところあたりをこう、うまくくくっていく写真を撮っていくっていうことを今考えてます。はい、なんかいい写真が撮れたらね、皆さんにもシェアしたいし、こんな考え方をして僕が写真を撮ってて、こんな形に楽しめてますよみたいなこともね、お伝えできればいいかなというふうに思っております。はい、今後ともよろしくお願いします。ぜひぜひ、いいね評価とチャンネル登録とよろしくお願いします。今日はちなみに Q3 で動画を撮っております。オートフォーカスいかがだったでしょうか？色味いかがだったでしょうか？すごくね、いいカメラです。写真を撮るにも動画を撮るにも僕結構気に入ってます。で、Q3 で検索して僕の動画に行き着いてくれた方も結構いるみたいなので、Q3 の動画も今後出していくつもりです。よろしくお願いします。大友潤でした。